皆さんこんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回はアプリランキングトップ50に異変、絶対に入れてはいけないアプリ12選、あなたも危ないについて説明してまいります。Google Play Store のアプリランキングで異変が起きています。アプリランキングのトップ50にクリーナーアプリが12個も入っています。クリーナーアプリ自体をスマホにインストールすることが 必要か否かについては個人の判断になります今回ランキングに入っているアプリの全てがスマホの操作時やアプリの起動時にポップアップ広告が表示されるアプリになっていますポップアップ広告がかなりの頻度で表示される上にアプリの機能のように見せているため操作次第では別のクリーナーアプリをインストールしてしまう作りになっている点が問題になります また、そのため、アプリランキングの上位に入ってしまう結果につながっています。今回の動画内でも説明をしますが、Files by Google でも同じ機能があり、性能面でも優れていますので、クリーナーアプリと比べてどの点が優れているかを一緒に確認していきましょう。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホの基本操作から 不具合時の対処方法、スマホとパソコンの連携など、スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。ぜひそちらもご参照ください。また、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまずはじめに、一つ目のクリーナーアプリが、二つ目、三つ目のクリーナーアプリに誘導し、最終的に複数のクリーナーアプリが端末内に入ってしまう 仕組みについて一緒に確認していきましょう。プレイストアからクリーナーアプリをインストールすると、その操作の一環で、二つ目、三つ目のクリーナーアプリに誘導する広告が巧みにかつ何度も表示されるようになっています。そのため、慣れていない方や気づかない場合には、クリーナーアプリが何個も端末内に入ってしまい、 ポップアッププア通知が大量に表示され最終的には通常操作もままならない状態になりますまた操作の阻害だけでなくアプリ数が増えるためストレージの圧迫 CPU や RAM への負荷も増加し最終的には端末が遅くなってしまうという事態に発展する可能性がありますそれではどのようなポップアップ通知が表示され どのように操作を妨げるかについても一緒に確認していきましょう。例えば、YouTube のアプリを立ち上げた際に大量の重複ファイルが見つかりましたとポップアップ通知が表示されます。また、アプリ一覧を表示した際にもバッテリーが少なくなりました。バッテリーの使用を最適化してくださいというポップアップ通知が表示されます。 このポップアップ通知は通知を消さない限り次の操作ができないようになっているためスマホの操作をかなり阻害しますまた大量の重複ファイルが見つかりましたというポップアップ通知がありましたので実際にファイルズバイグーグルを利用して重複ファイルがあるかを調べてみましたこちらの画面のように重複ファイルは一切見つからず大量の重複ファイルがあるというのは 事実ではないことが分かりましたこのように正しくない情報でクリーナーアプリに誘導され広告を見せられたり広告をクリックさせられたりしますのでクリーナーアプリには十分に注意するようにしましょう先ほどはポップアップ通知について説明をしましたがクリーナーアプリを立ち上げた際にはメモリーがいっぱいですストレージがいっぱいです ゴミがいっぱいというポップアップ広告が表示されます。この広告内容がクリーナーアプリの機能と近いため、クリーナーアプリの機能と勘違いをしてしまうように巧みにポップアップ広告が作られています。こちらの広告をタップしてしまうと、別のクリーナーアプリのインストール画面に誘導されるようになっています。加えて、こちらの広告は一定時間が経過しないと、 画面の右上に×のマークが表示されないため閉じることができず慣れていないと誤ってタップしてしまうようにうまく作られていますいずれにしてもプレイストアのアプリのインストール画面に誘導されますので誤ってインストールしてしまう場合があるのは納得できる結果と言えますまたクリーナーアプリがアプリランキングの上位を占めているという事実も納得することができます 初心者の方はこの仕組みを理解していないと端末内に大量のクリーナーアプリが入ってしまいますので特に注意するようにしましょう。それでは次にクリーナーアプリの性能面についても一緒に確認していきましょう。結論からお伝えすると Files by Google で十分に代用可能になっています。その点についても解説してまいります。 性能面での検証をするために、事前にクリーナーアプリをインストールしておきましたので、そのクリーナーアプリをタップし、ブーストをタップします。アプリをタップした際に、ポップアップ広告が表示されますが、その部分は省かせていただきます。最適化という結果が表示され、ジャンクファイルとして、このキャッシュを削除すると、852メガバイトの 空き容量を確保すするることがができる旨のメッセージが表示されます同時にファイルズバイグーグルをタップしメニュー内にある削除をタップしますジャンクファイルとしてこのキャッシュを削除すると278メガバイトの空き容量を確保することができる旨のメッセージが表示されます削除できるキャッシュの数値に差異がありますがこの数値の違いが それぞれぞどこかから来てているのかを一緒に確認ししきましょうキャッシュについてはご存知の方も多いかもしれませんが一度閲覧したページ内にある画像などのデータを一時的に保存することができる機能で同じページを再度見る場合に同じデータを取得する手間や時間を省くことができる機能になります。そのため同じ情報を見る場合には 通信が不要になり、データ通信量を抑えることができます。また、通信して情報を入手する部分を省くことができるため、表示速度も速くなります。キャッシュが溜まりやすいアプリは動画系のアプリになります。TikTok のキャッシュを確認すると、キャッシュデータが 278MB あることがわかります。 こちらの数値は、ファイルズバイグーグルが表示したジャンクファイルの数値と同じになります。同じように YouTube のキャッシュを確認すると、キャッシュデータが 447MB あることがわかります。こちらの数値と先ほどの TikTok の数値を足すと、合計が 725MB になります。852MB には到達しませんが、同じように、 他のアプリ内にあるキャッシュデータを足していくと 852MB になります。こちらでのポイントは、ファイルズバイ Google は利用頻度の少ないキャッシュデータを削除するのに対して、クリーナーアプリは頻度に関係なく全てのキャッシュデータを削除します。注意点としては、キャッシュは通信量を抑えたり、表示速度を早めるために利用されるため、 削除することが正しい選択肢とは言えません。また、キャッシュを削除することで端末の速度が遅くなる場合もありますので、特に注意が必要になります。加えて、よく利用するアプリの場合には、キャッシュを削除してもすぐに新しいキャッシュが保存されますので、削除してもそれほど効果がありません。ファイルズバイグーグルのように、 利用頻度が減ったアプリのキャッシュを削除するのが本来は正しいキャッシュの削除になります。他の動画でも説明しておりますが空き容量を増やしたい場合や端末の反応速度が遅い場合には端末内にあるアプリ数を減らすことが最も効果的になります。ファイルズバイ Google ググの使い方についてさらに詳しく知りたい方は こちらの動画をご参照ください。詳細ページにもこちらの動画へのリンクを掲載しておきます。それでは次に、クリーナーアプリの評価とレビューやアプリの提供元についても一緒に確認していきましょう。可能な限り、レビューや評価を確認して、評価が高く、提供元がしっかりしているアプリをインストールするようにしましょう。 それではまずはじめに今回アプリランキングの4位にあるクリーナーアプリの評価を一緒に確認していきましょう。まずは端末内より1のプレイストアのアプリを探してタップします。プレイストアのトップ画面が表示されますので画面の下にあるメニュー内でアプリが選択されていることを確認します。またアプリの画面で画面上部にあるランキングが選択されていることを確認します。 4位にクリーナーアプリが入っていますのでこちらのアプリをタップしますクリーナーアプリの詳細画面が表示されますので画面を下方向に移動して評価とレビューの項目を確認していきますこのクリーナーアプリについては評価点が5点中2.7点であることを確認することができますレビューについても確認してみると良いレビューがほとんどありません 別のクリーナーアプリのインストールを催促されたり他のアプリでは絶対にないポップアップ通知が表示されるようなアプリのためこのレビューにも納得することができますレビューについては必ずしも全て正しくレビューされているとは言えませんがこのアプリを利用した方が同じような被害や体験をしないようにレビューを記入してくれている場合もありますので同じようなコメントが多い場合には 特に注意するようにしましょう。それでは次に、このアプリの提供元についても一緒に確認していきましょう。先ほどの評価とレビューよりも上の部分にディベロッパーの連絡先という項目があります。ディベロッパーの連絡先の右側にある下向きの矢印をタップすると、ディベロッパーの連絡先などの詳細情報が表示されます。 まずは一番上にあるウェブサイトをタップします。1ページで構成されるウェブサイトが表示され、会社名、住所などの連絡先が一切記載されていません。提供元がわからないという点で、このアプリは信用性が低いアプリと言えます。また、プライバシーポリシーもチェックしてみると、香港にある会社であることがわかります。こちらの会社名をインターネットで 検索してみると、中国の会社であることがわかります。あとはご自身の判断になりますが、スマホのコンシェルジュでは、このような提供元がはっきりしないアプリは、信用できないアプリとして扱っています。それでは次に、ポップアップ通知が端末設定内にあるクリーナーアプリの通知をすべてオフにしても消すことができない点についても、一緒に確認していきましょう。 まずは端末内より、01の設定アプリを探してタップします。設定の詳細画面が表示されますので、02のアプリをタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、該当する03のクリーナーアプリをタップします。クリーナーアプリの詳細画面が表示されますので、通知を全てオフにします。このようにクリーナーアプリからの通知を全てオフにしても、一定期間すると、 ポップアップ通知が表示されます。複数のクリーナーアプリを端末内にインストールしてしまうと、このように絶えずポップアップ通知が表示され、スマホの操作を妨げる要因になりますので、十分にご注意ください。それでは最後にクリーナーアプリを削除する方法について一緒に確認していきましょう。将来的にクリーナーアプリのポップアップ通知や ポップアップ広告にウイルスサイトやフィッシングサイトへ誘導するような広告が表示される可能性が少なからずあります。できる限りクリーナーアプリを削除することをお勧めいたします。まずは端末内より、丸1の設定アプリを探してタップします。設定に関する詳細画面が表示されますので、丸2のアプリをタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、丸3の クリーナーアプリをタップします。クリーナーアプリに関する詳細画面が表示されますので、丸4のアンインストールをタップします。アンインストールしますかという確認画面が表示されますので、丸5の OK をタップします。以上でアプリのアンインストールが完了になります。クリーナーアプリについては別の動画でも説明しておりますので、 よろしければこちらの動画もご参照ください。詳細ページにもこちらの動画へのリンクを掲載しておきます。以上でアプリランキングトップ50に異変、絶対に入れてはいけないアプリ12選、あなたも危ないについての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、有料メンバーシップにてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。 ご清聴ありがとうございました。